平野紫仕様の予言とティアラの怒り、キンプリの未来に迫る暴動。こんにちは、尊敬する読者の皆様。今年のエンターテイメント業界は驚きと感動の連続です。そして、その中でも特に注目すべき出来事が、キングプリンス、通称、キンプリのファンである、ティアラ、たちの騒動です。 5月22日をもってメンバー3人が脱退するという衝撃的なニュースに、ティアラたちは怒りと疑念を募らせ、その対応に注目が集まっています。彼らの怒りの根源は、新たに発売されたキンプリのドームツアー映像特典に秘められたメンバーたちの10周年に向けた展望です。 これがティアラたちの心に深い疑念を抱かせ、ジャニーズ事務所への陰謀論をかき立てました。果たして、その根拠は本当にあるのでしょうかティアラの怒りの背後に広がる陰謀論。一部の芸能関係者は、金プリの脱退劇はジャニーズ事務所の陰謀だ、と主張しています。ティアラたちは、 かつて国民的アイドルグループであったスマップへの解散時の騒動との類似性に注目しており、その点に大いに不満を抱いています。スマップ解散時にはメンバーがテレビで公開謝罪を行わされ、多くのファンが失望しました。そして、金プリの平野市要が紅白のステージで、5人で出る紅白は最後になる、と発言したことが、ティアラたちの疑念を呼び起こしたのです。 この発言が本物かどうかについての議論が SNS を中心に広がり、ティアラたちはジャニーズ事務所に対して敵意をむき出しにしました。スマップファンは自分たちが経験した苦い思い出を風化させないために、スマップの一番長い日というハッシュタグを使って追悼コメントを発信しました。 ティアラも同調し、キンプリとスマップを同列に扱うコメントを多く発信し、一部のスマップファンと対立する異常事態が発生しました。未知数の未来に向けて、キンプリの3人が脱退する X デーまでにはわずか4ヶ月しかありません。5月にはどのようなトラブルが発生するのか、ジャニーズ関係者も戦々恐々としています。 ティアラたちの怒りがさらにエスカレートし、SNS を通じて実社会での暴動を引き起こす可能性もあるでしょう。しかし、私たちは冷静さと理解をもってこの問題に接するべきです。ジャニーズ事務所とティアラたちの対立はエンターテイメント業界の一部であるにすぎません。どちらも音楽とアーティストたちへの愛を共有しています。この難局を乗り越え、 反動誌が協力し、新たな未来に向けて前進することが大切です。この記事は、金プリファンとスマップファン、そしてエンターテイメント業界全体に向けての呼びかけです。争いではなく、協力し、新たな物語を紡ぐ力を示しましょう。未来に向かって、さらなる素晴らしいエンターテイメントが待っていることを信じています。それでは、読者の皆様、 今後とも素晴らしいエンターテインメントを共に楽しんでいきましょう。結論。金プリファンのティアラたちの怒りと疑念は、エンターテインメント業界における感情の激動を示すものです。スマップ解散時の記憶との類似性が、彼らの不安を募らせており、今後の展開が未知数とされています。しかし、私たちは冷静に事態を受け止め、 協力し、新たな未来に向けて前進するべきです。エンターテインメント業界のファン同士が共に力を合わせ、素晴らしいエンターテインメントを楽しむことができるはずです。どうか争いではなく協力し、新たな物語を紡いでいきましょう。以上、キンプリファンとエンターテインメント業界への呼びかけでした。